ビャウィストク・モンタージュブ・ラニツキ宮殿、ポドラシェ県庁舎ビャウィストクは、ポーランド北東部、ポドラシェ県の県と、ポーランド北東部最大の都市である。人口は、約29万人。ビスは川支流のナルフ川水系に位置する。ベラルーシ国境まで続く広大な原生林が広がっており、世界遺産に登録されている。 ビアオビエジャ森林保護区がベラルーシにもまたがり、絶滅危惧種である野生のバイソンが生息する。ビスはカワイ島の北東部は、更新地域とされ、ライ麦、ジャガイモ、アマなどを生産する農業地域に位置する。地方資源に立脚した食品工業や繊維工業もある。ロシア時代は、ユダヤ教徒居住区であった黒戸の県に所属した。ハビマーが、 バウカウィスク出身のナフムツェマフによって設立された。第二次世界大戦諸島のポーランド侵攻で、独ソはポーランドをほぼカーゾン戦に沿って分割したが、カーゾン戦の内側のビャウィストク周辺は、例外的にソ連に占領された。戦後はカーゾン戦がほぼソ連ポーランド国境となり、ソ連占領地帯の大半はソ連領となったが、ビャウィストク周辺は、 ポーランド領に復帰した。ありがとうございます。